して、ランダーラケして85%、990点到達するまでに1万5000だった人数えてね、1万5000も、そうそうそう、1万5000、75セット、75セットをやった。1回のテストで、本番でどれぐらいで、75分でした。だからあれですね、2時半が終わるとか、2時半前後で終わってる。ハローでは始まりました、森田チャンネルです。今回はですね、いやもう誰ってなってると思いますけど、みんなすごい感じの仮面の男でってことですね。それではですね、この、ね、仮面の方のまずは自己紹介をお願いいたします。はい、藤井佐隆です。TOEIC L&R テスト115回190点も取ってます。で、30回ぐらいですかね。うん、990点獲得回数は数えてないけど、多分30回以上あると思います。うん、TOEIC L&R テストが好きで、2007年5月からずっと受験しているというかですね。すごいですね、ずっと受験してる、うん、で他の検定受けないっていうね、はいはい、いうようなこともあるけど、うん、後でそんな話がまた出るかもしれないけど、でも服が TOEIC。ああ、そう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 、これはまあ、うん、こういうのも着てたりしますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね。まあ謎の人ということで、昔から謎の人だったじゃないですか。うん、まあなんかそうだね。みんな知らない、だからネット上の R さんしか知らないから、そうそうそう、どんなやつなんだろうって思ってる人が山ほど。うん、そうで、うん、でも結局こんな見せないっていうね、こう。そう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 。だから多分動いてる R さん初めて。ああ、そう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 。動画の出演っていうかね。そういつも僕のとこではあれですもんね、あのトイック終わって公開テスト終わって反省会ラジオっていうのをやって、まあそうなんだ、まあアンチの数も半端ないですから、アンチの数昔からものすごい、そう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 、相当なんか喧嘩腰状態ですもんね、昔からね。喧嘩腰っていうか、うん、まあそれ僕の方は喧嘩しないんですけど、はい、それなんかこう攻撃的な言葉がいっぱい来てますね、うん、来るのは今もそうだし昔もそうですね。すごい、うんうん、変わらないですね。変わらないです、それは。でどんな活動をしてますか。どんな活動をしている、どうやって言えばいいかな、どんな活動、みんな謎の人のままじゃないですか。だから、公開テストは受験、公開テストは毎回受験して、それでまあ依頼があるのでほら勉強会をちょっとやってる、はいはい、ね、まあ僕らも一緒に出しましたもんね、本ね。そう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 、メガドリル、メガドリルのスニングですね。で別のやつを今書いてますんで。ああ、そうですね、大変ですけど、なかなかお世話になります。そして何たって特スピードがね、めちゃくちゃ速いっていうので有名じゃないですか。だいたいどうですか、あの1回のテストで本番でどれぐらいで、75分のテストなんですけど、だからあれですね、2時半前後に終わってるんで、これはもうでも何ですか、ね、45分ぐらいってことですね。45分あれば終わりますね、はい、全部で内訳はパート5が5分、パート6が5分、7はシングルパッセージはやっぱり長くかかりますね。17分かな。17、13とかかな、うんうんうん。ダブルに入ると割と早くするけど。読み飛ばしはしますよ、でもね。はい、スキャニングとか、ね、うん、そうそうそう。あの、海が壊れない範囲で読み飛ばしをするっていう。なるほど、そういった形でやってる。何も飛ばさなければ、やっぱりその、遅くなるのですよね。そうですね、その通りだと思います。もう答え出たら次に行くってこと、ね、そうそう、答え出たら次に行く。選択肢 A だったらもう BCD は見ないとかいうふうにもうそれならざるを得ないと思います、うん、急ごうと思ったらね。なるほど。もともと受けるきっかけは何だったんですか。これはね、ツイッターのとかでも聞かれて、質問箱とかでも聞かれてたんですよ、はい、2007年のぐらいになってからやっぱりね、ほんと流行りだしたんですよね。はい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 。それまでそのなんかあんまり情報がなかったのが、はい、あの頃はね、立って、まだツイッターとかはなくて、そのヤフー掲示板っていうのがあって、あ、はいはいはい、今でもあるのかな、あの中にその英語版みたいなのがあって、でそこでそのみんな言い始めてましたね。でもあの写真付きの身分証明書がいるっていうので、はいはい、それでなんかその時は行けなかったんですよね、2003年ぐらいか、はい、その住民基本台帳カードっていうのがあるんですよ、はいはい、いや写真付き身分証明書持ってなかったんですよ。そうそうそう、身分証、写真付き身分証明書がないといけないって、で一旦なんかその放置したっていうことが、あ、じゃあ英語自体はもう、あ、英語はもうそうですね、大学入試でがっつりやったのもあるし、
でもその専攻ではなかったんで、こうちょっとちょろちょろ、うんうんうん、英語と関わってるぐらいだと思いますけどね。なるほど、うん、でもまあそのつかず離れるでしょうね。同じ慶応大学文学部ですから。そうそうそう、国文英文ですね、うんうんうん、はい。じゃあ写真付き身分証明書を手に入れたので受けよう。そう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 、すごい理由です。すごい理由、順序そんななんですで、それは2006年の、2月ぐらいかな、はい、で受けてみて最初が、でその時その時点で申し込みができるのが5月だったっていうの で5月までの間にまあ最初の勉強をしたんですよね、うん、何点でしたっけ最初が。最初はね、すごい思ったより取れたんですよ、950点。すごいですね、うん、最初から。そう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 、リスニングが最初、リスニングも最初から495でした、ね、それで、それはまあ自分でもびっくりしましたね、うんうんうん、で、これで、あ、その掲示板とかに書いていったってことですか。ね、そうそうそう、その時、それがきっかけでなんかこう発言するようになった、ね、なるほど、ちょろいわみたいな感じ。ちょろいわっていうかね、それあったねなんていうんだろう、その意外にいけるじゃないかとか、できない人はなんでできないんだろうみたいな視点はその頃からもうありましたね。うん、1回目からそのぐらい取れればね。そうやってアンチを作っていく。そうアンチを作っていく、はい、そうだ、それで結局そうなんだよ。そのお前は恵まれてるんだとかいう反応になるんだよね。だからその、そうです。まさにね、そのやっぱこう苦労した人じゃないとっていうのがあって。で何回受けても満点。2007年の、5月が初受験で、11回目ですね、公開テスト11回目ですね、はいはいはい、2008年の9月に、これはまあ本当に予想外だったんだけど、うん、2007年の7月の時点で970だったので、うん、まあもうちょっとかかると思うじゃないですか。だからそしたらその次の回の9月に990点が出ちゃった。あ、なんか公開とかしてましたもんね。してましたよ、うん、この結果。それは全部公開した。それって YouTube とかに上がってた気がする。あれはね、あれはだいぶ経ってから、ね、だいぶ経ってから。そうそう、開封の儀でしょ。そうそうそう、開封の儀式の動画ってのまだ YouTube に残ってるんですよ。あれはね、ニコ生でやってたね。あ、そうかそうか、ニコ生で、その開封の儀っていうのをやって、その封筒を開けて、あの頃はああいうことをやる人少なかったんで、ね、はい、なんかすごいこうでメッセージが流れて、ああそっかそっかそっか、はい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 、はい、うん、そうですね、なんかわあすごいみたいな、そう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 、わあみたいななってましたもんね。だからこう、うん、封筒を開けてこうアビ名を最初見せて、こう何パーセント何パーセント何パーセントとか言って、でもうほら100、100、100とかってもう分かるんで、リスニングの方も100、100、100だと、でスコアはいくつでしょうとか言うて、もうそれは分かってるわけよ。そういう、こう思わせぶりなことをして、なるほど、でやってたけど、うん、どうやって勉強してたか。まあやっぱりアルさんといえば模試ですもんね。そうですよね、その最初のそのもう受けようと決めた時から、やることはもう問題集だろうなと思ったけど、その書店に行って、その最初にその TOEIC 本をね、こうどういう本を使ってやっていくかっていう時に、その対策本と模試があるわけね、はい、対策本の方を見るとその問題数はそんな入ってないんですよ、うん、ただその筆者のこのテストに対する考え方とか、うん、解き方と考え方が入ってるけど、まあそれは立ち読みすると分かるよ、ね、はい、でそれに対して模試っていうのはまあたくさん問題が入ってるから、だから模試を買っていこうということですね。で、あの頃は模試が少なかったですよ。はいはい、新公式問題集が出て、2が出たのかな、ボリューム2が出たので、新公式問題集が4セット、うん、でもちろんそれで済むわけはないので、最強トリプル模試が出たばっかりだね。ああ、はいはいはい、はい、最初の最強トリプル模試が出たばっかり。あの頃3セットついてるだけでもすごく多いなというのがあって、はいはい、ほとんどの模試は1セットしかついてなかったんで魅力でしたね。でも最強トリプル模試って本番に比べて難しすぎるから、はいはいはい、そう、パート2とかでも半分ぐらいしか合わなかったりとか。どれぐらいやってたとか。ああ、それはね、それも今までいろいろなとこ言ってたんだけど、最終的に990点到達するまでに1万5000だったんですよ、数えてね。1万5000問。そうそうそう、1万5000問。75セット。75セットをやった。初990点を取るために、そういうふうにこう、たくさんの模試を消化したっていうのは、やっぱ力にはなったし。そうですね。あの頃は模試が少なかったんでね、その1万5000問のうちの一番その割合占めてるのは、プラスマガジンの模試なんですよ、ね。ああ、はい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 。あの頃は模試が少なかったんで、2ヶ月に1回とにかく新作が載るっていうプラスマガジンが、やっぱり非常に便利だったんで、それで回数稼いだっていうのが、今もう、
公式素材だけでも、そうですね、相当ありますからね、生まれてますね、そうそうそう、万は稼げるから、もう今は状況が、条件が全然違ってないです。これからもやっぱトイックはもう受け続けますから、趣味として。そうですね、なんかやめる理由はないと思うんですよ。なるほど、じゃあいい、もうずっと。その時その時で変化もあるし。なるほどですね、アルスにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.